ランドクルーザー80の、オイル交換ですね。走行距離が16万1200キロ手前です。14ミリ。で、容量がですね、大体9リットルぐらい入ってます、多分。で、抜いていきます。まあまあオイル交換はね、どうしても手が汚れる作業なんですけれど、私この前もちょっと使ったんですけど、この汚れにくい、汚れないんじゃなくて汚れにくいドレンキャッチャーですね。でバーッといきます。散りまくる、やべえ、とても飛び散りました。手がこんなんですね。はい。で、今下抜きしてます。透明度は結構ありますね。今までついてたパッキン、これですね。で、古いパッキンなんですが、締め方が上手だったせいで、ほぼ傷もなし、痛みもないんでこのまま使います。ドレンプラグはワイヤーブラシでちゃちゃっと清掃してます。でこれ待っててもしょうがないんで、ある程度もう出たら締めちゃいます。でもオイル量がやばい。よいしょ。でネジを舐めない程度、テンションがかかって僕は45度も締めないですね。30度ぐらい。抜けたオイルの量がですね、こんなんです。超やばいです。ギリギリどうやって出そうかなって思いますね。まあ、引っ張り出すしかないんで引っ張り出します。でオイルを排気するんですけれど、私このペール缶に入れてます。この捨てたハイオイルなんですけど、以前はガソリンスタンド持って行ったら処分してくれていたんですが、今はやってくれない、4リッターぐらいならいいよって言ってくれたんですけど、基本私こうやってペール缶で捨てるので、ジモティとかそういうので廃油ストーブとか作ってやる方がいらっしゃいますので、それでまあ引き取りで出そうかなと思ってます。ガソリンスタンドとかディーラーとかオイル汚れてますよって言うんですけど、オイルの仕事としてまあ潤滑っていうのも大事な仕事なんですけど、潤滑をするにあたって汚れも取っていかなきゃいけない。じゃあなんで汚れるのかっていうと、ガソリンのすすなんですけれど、ディーゼルの場合なんか特にそうですね。すすが多いんで、オイル交換してエンジンかけたらもう一発目から汚れます。なんでその辺騙されないようにしてください。汚れてますよ、そりゃ汚れるよ。 ATF 交換、泡立ってますね。交換してすぐは泡立ちます。そういうもんです。騙されないでください。古いオイル抜きました。ドレンボルト閉めました。アルプスのオイルフィルターです。だいぶ時間は経てますけど、まあ、こんなもん悪くなるもんじゃないんで、よいしょ。で外します。100パイですね。
よっ。これもですね、手で、締めるぐらいでいいんです、やべ、いろいろやべ、いろいろやばくて、それでもカメラを設置したいというね。よいしょ。よっ。すいません。オイルフィルターね、抜いたら新しいやつをはめて。で、古いオイルをオイルフィルター擦り合わせるよ、両面擦り合わせるような感じで、で、これでもう手力で締め切って、もう限界、これでいいです。これ以上締めると今度抜けなくなります。で、下も締めました、オイルフィルターもやりました。で、新しいオイルを入れます。